なかなかあの僕、はい、戦争はすぐ終わると思ったんですね。あ、ロシアの、うん、すぐどっかの国が、うん、まあ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 って入って、うんうん、あの今ちょっとあの世界史の勉強してるんですけど、はいはい、1900年ぐらいだと、うんうんうん、各地が、うん、まあ、ヨーロッパですね、うんうんうん、あのアフリカ縦断とか、はいはいはい、アフリカ横断みたいな、はいはいはい、無茶な戦争やってるんですよ、うんうんうん、であの炉の国は不凍港、はい、凍らない港を目指して、うんうんうん、南下しようとして、うん、みたいなのをずっと繰り返していて、うん、それ100年前なんですね、うんうん、あの何だろう、国際みたいな言葉がない時、はいはい、ドイツが、うん、早いもん勝ちだよって言ってみんな自由に言ってますよね鉄拳宰相ビスマルクが、うん、よっしゃアフリカは早もん勝ちやって言って、うんうんうん、イエーイって、うんうんうん、でロシアが不凍港を目指していけなくなったから、うん、あのアジアの方に来るみたいな、はい、あれ100年前なんですよ、うんうん、今はね、うん、あの国際とかっていう言葉があるし、うんうん、国連とかっていうのもあるし、うん、終わるだろうと思ったんですよ、うんうん、これ終わらないですね。もう終われないんじゃないですか。引っ込みつかなくなってますよね。まあ戦争するってお金がすごいかかるわけじゃないですか。はい、そうするとなんかそこ回収できなければやめられないみたいなところはあるんじゃないですか。なるほど、うん、あ、これなんか人生にも似てますよね。はい、いや、なんか何て言うんだろう、あのサンクコストでした。サンクコスト、コンコルドなんとか、はいはい、要は一度ドンってお金を使ったとか、うん、まあ時間ですね、お金とか時間とか自分のコストを使ったものに対して、うん、いざじゃあなんかそれを回収しようってなった時に、はい、回収できなくなる。回収っていうかやめられない、それのコストを回収するまではやめられないっていう、なんか気持ちが働くんですよね、うん、はい、それあの今日、うん、なぜこの題名にしたか、はい、というと、あのこんなコメントをいただきました、はい、INFP ってどんな仕事が向いてるんでしょうかと、うん、っていうのをもらい、うんうん、そこにあの別の方がですね、はい、コメントで回答してくださり、うん、ありがとうございます。このチャンネルのためにありがとうございますと、はい、あの診断だと、うん、その INFP は、うん、クリエイティブ職とか、うん、カウンセリング関係が向いてるそうですと、うん、っていうで、まあそのご自身も INFP だと思っていて、うん、その返信してくれた方ですね、うん、で自分もその、カウンセリングみたいな仕事をやってますと、うんうんうん、なんでまあそこに着くことができたんですね、うんうん、で体調もなんか答えてて、うんうん、一番がウェブライター系だと。ライター系 INFP ライター、うんうん、もしくはデザイナー、うんうん、まあ、クリエイティブ職ですね。クリエイティブ職、まあなんか内向なので人と接するのは苦手なんだろう。いや、ガシガシ人に説明して、そうそう、営業みたいな。でこうでも F なので、はい、人の感情には敏感、人の気持ちは分かりやすいかなって。そうですね、うん、やってあげたいって人ですもんね、うんうん、でそうするとなんかこうコピーライターとかもに向いてんのかなみたいな。あ、要は人と会わないんだけどこの人がどういうこと考えてるんだろうってずっと考えてられるみたいな、まあ、僕コピーライターみたいな仕事もする、はいはい、まあ、肩書きがね、うんうん、文案家なんですよ、はいはい、コピーライターですね、コピーライター肩書きだけはコピーライターなんですけど、はい、まあまあな折衝はいりますけどね、うんうんうん、お客さんのとこ行って説明してとか、まあうんうん、なのでまあ何ですかね、その辺が全くないのは難しいですよね。人と接しないのはなかなか難しいですよね、うんうん、ただまあそうだと、うん、クリエイティブ系かカウンセリング系だって書かれていて、うんうんうん、コメントで質問してくださった方は、はい、うん、内定をもらえたのが営業だけだったので、うんうん、仕方なく営業に入ったが、うん、全く合わないと、うんうん、で要は大学卒業してね、うん、就職しました、はい、もう何て言うんだろう、22ぐらいまでって、うん、まだ24時間が、はいはいはい、人生だとすると、うんうん、まだ午前中なんですね。午前中ですね。22歳なんて、うんうんうん、そうすると4分の1ぐらいですもんね。そう、これからこれから真夜中に入っていくこの昼夜、うん、昼夕方真夜中っていうこの時間をずっとこれで過ごすのかっていう絶望感は僕すごいわかるんですよ、うんうん、僕も大学卒業して
いやなんか大学の頃になんかその劇団の真似事とか、うん、ネルトン・ベニクジラ団に出ましたとか、うん、でアメリカに行って人生を探すみたいなことやって、うん、よっしゃ、うん、うまくいくやつは何やってもうまくいくんだ、うん、みたいな気持ちで就職っていうかまあ社会人が始まり、うんうん、絶望しかなかったんですねなんだこれはと、うんうん、何もうまくいかんやないかと、うん、クソばっかやないかみたいな、うん、え俺これ一生続くのって、うん、絶望しかなかったんですよ、うんうん、っていうこの質問くださった方も、うん、絶望しかなくて、うん、で要はで自分にクリエイティブな要素もない、うん、から悩む日々だったので、うん、どういった仕事がいいんでしょうかねみたいなのをくださっていて、うんうん、これ体調ね、うんまあ、先にそのサンクコストの話をしましたが、はいはい、要は体調はあの不良から始まり不良を、うんうん、で天才になり簿記一級を大学で取って、うん、幹部候補だ要は、うん、簿記一級ってなかなか取れないです、はい、簿記いなかったです、うん、そうですよね、うん、簿記一級を大学時代に取り、うん、ってことはまあまあのコストをかけてるんですよね、はい、でこれを生かすと、うん、まあまあの職に就けると思うんですよ、うん、要は簿記一級を生かす仕事、はい、だって簿記一級って簿記一級を生かすために簿記一級取るんだもん、うん、そうです、はい、ってことは、うん、これねコストなんですよ、うん、かかってますよ、はい、で就職して、うん、何年続きましたっけ1年このあれなんですよやっぱ絶望したしない成功するためにはリスクが必要なんですよ今まで書いてたのもさっさと見切りをつけた方が早いじゃないですかやらないならもうやらないって決めちゃった方が早いなかなかねこれ難しいのと、うん、要はそうすると、うん、今まで自分には必要だなと思って簿記一級を取るわけじゃないですか、はいはいはい、そうするとこうやって生かしていこうかなっていう計算もそれなりにしてるんですよね、うん、あそうですなのでこう税理士とかになる予定だった計画では簿記取ってはい、はい、もう簿記一級取れれば、はいまあ、あとは税理士、まあ、難易度的には簿記一級レベルの、まあ、3つぐらい取ればいい、はい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 、みたいな感じだったんで、はいはいはい、簿記一級が取れるなら、はい、もう税理士もまあ、時間かければ取れるよみたいな話だったんでなるほど、まあ、税理士になろうって思ってたんだけど、はい、1年やって税理士はやらないって決めたんですよ、はい、それはもう、うん就職されたのがいや大学を卒業しました、うんはいはい、で就職されたのが、うん、なんか会計の会社なんでしたっけまあ飲食店のフランチャイズの本部なんで、はい、いろんなお店からデータがバーッと集まってきて、はい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 、ひたすらこう仕分けしまくるとか計算しまくる。なるほどなるほど。あ、じゃあそれはそれであれですね、うん、その人とは合わない、人とは合わない、ゴリゴリ営業するともない、うんうんうん、何が嫌だったんですか。ずっと同じことの繰り返しじゃないですか。でもおおむね仕事ってそんな感じじゃないです。なんかもっと単調、あの工場でひたすらボルトはめる、それはそれで大変な仕事ですよ、うん、大変な仕事、はい、でその大変さが嫌だったって話。あ、要は会う人もいますもんね、うん、ずっとその僕あの工場でバイトしてた時に、はい、バリ取りっていう機械を切削すると、はい、バリっていうのが出るんですけど、うんうん、それをこうやって取る仕事を、うん、あの高校の時に黙々とやってたことがあるんですけど、はい、僕もそうやってた時に向かないなと思ったんですよ、うんうんうん、ただやっぱりそのなんかバリ取り3年っていう言葉があるとか、はい、あるその就職して今、うん、あのコピーライターをやってるんですけど、はい、そういう工場になんか取材とかに行って、はい、あのそういうそこを極めた人の話を聞くと、うんうん、それはそれでやっぱり人生があって面白いんですね、うんうんうん、でそれがずっと何も考えずにやるのが好きっていう人もいるじゃないですか。そうですね、だからこう向き不向きみたいなのあとどうやってこれをうまくやったら、うん、いかに綺麗に早くできるかみたいな、うんうんうん、でそれをどうやってうまく人に伝えるかみたいな、うんうん、にものも仕事になりますもんね、うんうん、はい、でこう僕とかだと、まあ、経理とかだと、はい、もうひたすら計算してたんですよ、はい、各店舗から集まってくる数字をずっと電卓ずっと書いて、はい、あの頃まだパソコンが今みたいに完全自動ではなかったんで、はい、なるほど、はいはいはい、うそうですね、バーンってきたのをこう Windows が来たぐらい、 Windows が来たぐらい、うん、はいはい、でそのなんだろう、普通のデータとしてきたやつをパソコンに打ち込むみたいな
今だったらこう来たのが全部入力されるじゃないですか、はい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 、そうじゃなくてなんかファックスみたいなのでバーって来たのをパソコンに打ち込む、はい、打ち込んでまあエクセルとかであれば計算はしてくれるけど、はい、それをこうひたすら打ち込んでいくみたいなっていうようなことをずっとやっててとかまあ仕分けとかずっとやってて、はい、多分雑念が多いんですよ。もうやりながらいろんなこと考えちゃう夢見がち夢見がちな今日帰ったら何しようかなとか、はい、どんな楽しいことがあるかなみたいなことをずっと考えながらやってると仕事を楽しんでないですねミスが多いなるほど。会計はミスダメですよね。ミスダメなんで、はい、こう見直すじゃないですか、はい、計算が合わなくてもう一回やってみたいな、はい、なんか効率悪いなみたいな、まあ、集中すればいいんですけどなるほど向いてないなみたいな気がつくと違うこと考えてるみたいな、はい、でやっぱりこの向き不向きはやっぱり、うん、であってで、うん、今日そのごきげんよう、ごきげんよう、機械損失と損切りのタイミング、うん、で体調はやっぱり早くしたっていう時に、うん、要は今度壁にぶち当たるのは適職なんですよ、うんはい、要は俺って何が向いてんだが待ってんですよ、うん、要はで例えばこの質問をくださった方、うん、INFP ですね、うんうん、をまあサイトとかで、うん、INFP の適職っていうのを見ると、うんうん、なんか心理学者タイプに向いている適職はなんてことが書いてあって、うんうん、理学療法士っていうのが一番初めにあって、うんうん、ソーシャルワーカー理学療法士、うん、医療言語聴覚士、栄養士、臨床心理士、カウンセラー、産業心理士、まあ、カウンセラー的な仕事、うんうん、あと先生、宗教家とか書いてあって、うん、そこまで歩んできた人生で、うん、その資格がなければなれないんですよ、うん、お待てと今更カウンセラーになりますよ、カウンセラー向いてますよって言われても、うん、俺その資格ないんだよな、なんですよ。僕だったら、はい、やりたければやると思います。その勉強する、うん、今22歳から22歳だったら46だとちょっとやらないかもしれないけど僕はまあ48なんですけど、はい、っていうここにぶち当たるんだな、あっちゃ当たるんだろうなと思うんですね、うんうんうん、要はでそこになった時に何をやればいいんだっていうのは思ったりするんですよ、うんうんうん、で体調は、うん、辞めましたから、うんうん、どう考えました、う